競馬デビューしたいから教えてほしい、に対する視聴者の反応集。とりあえず菊花賞でちょっとお金かけて勝ちたい。かける時に何を参考にすればいいかもわかんない。まず賭けに勝てる前提を捨てましょう。次に大金を賭けるのはやめましょう。あとは好きに買えばよいでしょう。儲けるために競馬やるのがそもそも間違いだということをお前に教える。菊花賞は基本ダービーに出てた馬を中心に考えろ。菊花賞は10月後半だからまだ早い。なんで菊花賞？別に今年ガチガチの本命いない気がするんだが。とりあえず有名だから。初めてギャンブルするなら派手な舞台でやってみたい。とりあえず金額わかんないから出せるとしても諭吉一人。諭吉はやめとけ。今年の菊花賞も混戦模様だし、トライアルとか見て気に入った子に全部で1000円いかないくらいにしておけ。今年の菊花賞はマジで誰が勝つかわからんから、トライアルレース見て判断した方がいい。賭けごとに手を出す最初の額としては大金すぎる。10分の1でも十分ってレベル。まず趣味はお金がなくなるものって考えて、外してもまあいいかで追われる金額に止めろ。初手諭吉はドハマりするかドブに捨てるかのどっちかなので、どっちにしろ止めといた方が良いと言っとく。普通に遊ぶなら週末に3000円くらいが気楽よ。単勝副賞で数百円遊ぶぐらいがいいぞ。はした金で賭けって受け入れてくれるんか。なんか映画やゲームの影響で門前払い受けるイメージあったわ。とりあえず500円くらいにしとくべき？そもそも馬券の販売自販機やぞ。宝くじを買うカウンターみたいなの想像してたわ。一応対面で買える場所もなくはないが、基本的にはマークシートに記入して金入れてから通したら馬券が出てくるんよ。100円から OK な優しい世界だぞ。馬券は100円から買えるんや。とりあえず外れるのが当たり前。当たればラッキーくらいの気持ちで適当な馬1頭の単勝を100円買って握っとくだけでいいんや。当てようとか儲けようとか考えるとろくな目に合わん。馬娘から入ってきた新規が初手10連ガチャやるノリで単勝3000円かけてて競馬民がビビってたの思い出した。下手すると単勝数万とかもいたからな。悩んだら川田片消し買っとけ。豊かちゃうんか。ここで身につけたにわかの知識だと。豊か、池添、ルメール、デニーロがなんか強い、なんだけど。デムーロな。で有名な騎手が必ずしも強いとは限らない。平場、新馬戦、未勝利戦など、も含めると挙げられてる川田とか竹氏の勝率がいい。まあ最初なんて小学適当に気に入った馬にかければいいとは思うけどね。それでハマれば、やっていくうちに知識はついていくし。タバラ世紀の予想を見ろおじさん、タバラ世紀の予想を見ろ。なお馬券は外れるので展開予想だけ見て買い目は自分で決めた方がいい。そういや確実に儲かるだろう馬は1頭いたわ。お重長さん。新馬のレースって迫力ある？皆が進めてくるからちょっと興味出てきた。たまにすごいのいたりするから見てて飽きない。まあただその馬がその後も走るかはわからん。新馬に限らずやっぱり迫力はあるよ。G1 あるような日だと前の方で見ることは難しかったりするけど。新馬戦は実力わからんから大差か接戦みたいなレースが多い。見どころは多いと思う。新馬は本当に何が起きるかわからんドキドキがある。具体的に言うと一番人気がスタートで致命的な出遅れしたり、最低人気の馬がめちゃくちゃ強い競馬して圧勝したりする。いきなり G1 を現地観戦したら人混みでどうにもならなくなるだろうから、一回大きなレースないと聞いて慣れといた方がいい。所属や勝ち負けにこだわらずお気にの子を応援して楽しむなら、リアルダビスタとかの何らかの企画を追うのがおすすめ。それをするために競馬を経験しようと思ってるんだ。だから現地で金かけて雰囲気を知ってみたい。ついでに勝ちたい。多分勝っても負けても初めてかけた馬は引退まで気にし続けるくらいになると思うし。ビクトリアマイルの時は今より入場規制してたけど、売店の列やパドック間違いげつなかった。初めて行くなら G3 だとしても重賞は避けた方がいい。主とは別の新参者だけど今年の宝塚記念の日は1レースの前から人めっちゃいてビビったわ。大阪杯の日はそこまで混んでなかったのに。今年の宝塚はメンバーエグかったってのもあると思う。実際に行った人の話はすごく聞きたい。いろいろどんなのだったか教えてほしい。当たり前だけど昼時になるとフードコートは混むから早めに行くべき。ちなみに競馬場によって違うらしいけど、阪神競馬場入り口付近にいるスタッフに頼めば再入場できるから、競馬場の外の店で飯を済ませることもできる。入場料あるんか？知らんかった。
まあダービーでドウデュースにかけて競馬始めた者としては推しに脳焼かれるの気持ちいいぞ。けど、儲けようと思ったら最初は大きくかけない方が良いと最近ようやくマイナスが減ってきたやつが言っとく。シゲル軍団のボスが、競馬は1日3000円で楽しむもの、って言ってるからそれぐらいが一番。初めて行くなら土曜開催の重賞レースがいい。初手 G1 はやめておけ。見に行く日を決めたら事前にその日のメインレースに出るお気に入りの一頭を決めろ。そして過去レースを YouTube であさりより一層のお気に入りにしろ。映像は JRA 公式と関西テレビ公式で上がっている。競馬場着いたらとりあえず競馬新聞買っとけ。銘柄は好きに。予想とかも載ってるから最悪丸乗りでいい。馬券予算とは別に飯代やグッズ購入費用も持っておく。競馬場のグッズってどんなの？豊かのブロマイドとか？ダーフィーショップにあったのだと。ぬいぐるみとかタオル、クリアファイルやポストカード、キーホルダーみたいなのが多いかな。ちょっとお高いのだとピアスとかみたいなアクセサリーもカウンターにあったりする。クリアファイル欲しいな。菊花賞のレースなら売ってたりしないかな？レース直後とかより少し経ってからの方が多いかな。東京競馬場のターフィーショップは先週眺めた感じ、メインにあったのはドウデュースのダービーとかがメイン。あとはグランアレグリアの引退グッズとかコントレイルのグッズとかタイトルホルダーや育ちのグッズがあったかな。ちょっと楽しみになってきた。焼きそばも美味しいんだろ？阪神なら宝塚カレー、カス丼、ミックスジュースあたりが定番。競馬場ごとに名物グルメあるからいろんな競馬場探訪記サイト探すのがいい。ただし大抵はコロナ前の情報なので今どうなってるかはわからない。副賞転がしとかなら初心者でも結構楽しめるんじゃないかな。1レース目副賞の払い戻し額を全額次のレースの副賞に突っ込む。的中したらそれもまた次の副賞に突っ込むの繰り返し。競馬場に手持ち1000円で入場して出てくる時に6万になってたことあるぐらいに波紋子は広い。手持ち3万が買える時1000円になることもあるけどな。15宝塚の時の自分でしば。漠然と自分なら万馬券当てれると思ってたわ。結構甘い見立てだったから、もうちょっと勉強しようかな。万馬券って100円なら100倍じゃないとならないんだよね。3連単って言って1着から3着までを順番通りに当てないといけない馬券を当てれば取りやすいかな。当たるかって？知らん。3連単ならガッポガポやろと思い込んだビギナーが爆死する横で常連のおっさんが、とさき今この来てんじゃねえ、さっき来い、って怒鳴ってることは日常茶飯事。馬を身近に見たいなら地方競馬場も選択肢に入るんだけどね。阪神に行こうとしてるから候補は園田か。平日開催だから主の生活リズムによっては厳しいね。有給申請の理由に競馬します。って通るかな？通らなかったら会社訴えられるで。上司がギャンブル嫌いなら適当に話でっち上げろ。有給申請なんて、使用のため、でいんやで。レースのついでに走った馬は触れたりしないのか。現役競走馬は資産価値億にもなるとても高価で繊細なものなので絶対に触れちゃあかん。コロナ前は触れ合いコーナーあってポニーや朝一に誘導馬の挨拶みたいなあったけど、今やってるかな？下手したら何千万どころか億クラスの価値ある生き物なので触れるわけがない。たまに牧場とかで見学ツアーやってて近くに寄れたり引退馬なら触れ合えるところはなくもない。位置じゃないけど競馬場に行くときに持って行った方がいいものって何かあるかな。財布とスマホと飲み物は当然として。汗拭きタオル。馬生でじっくり見たいなら双眼鏡あると便利。ダーフビジョンの方がよく見えるけどもさ。画面越しと肉眼だとやっぱり馬の状態の見方は違う？初心者が馬体や歩様見て良し悪しの判断なんぞできないからどっちでも変わらん。現地で間近で見たら可愛さ10倍なのは確か。当たり前なんだけどどの馬も現地で見るとすごい大きく見える。素人にわかるのハケズヤの良さと明らかに元気なさそうなやつくらいよ。勝ちたいなら一応メインでかけるレースの馬の過去パドックは調べておくといい。予想する上ではあんまり変わんないと思う。というかパドック見て買ってはいるけどそれで当てられてると思うほど見る目に自信がない。でも単純に迫力は違うぞ。神戸から通えそうな新馬線調べてみるか。ライスシャワーの菊花賞みたいなの現地で見てみたいんだ。そもそも新馬線は中央ならどの競馬場でもやってる。1日1から2レース、だいたい午前中から昼過ぎ。いいねえ競馬ファンなら後に伝説の新馬線と語られるようなレース生で見たいもんだ。狙って見れるようなもんじゃないけど。みんな珍しく新参に優しいな。新規を沼に引きずり込むときは人生に張りが出る。